クロマックス。はい、ということで今取り外してみたんですが、まあ、だいぶ錆びてるな。今日もクロマックスです。今日はですね、こちらもうすでにね動画では公開されてると思うんですけど、トーマスさんの方で販売していただくオリジナルサイド O にグーっていうことで、仮付けしてからもう1週間以上経っております。試作品のブラケットは未塗装のまま装着していたので、サビサビ現状だとボディよりもかなり出っ張ってきてしまって、幅の部分でいろいろね大人の事情の問題が出てくるだろうということで、ある程度車体側に近づけた上で装着ができる汎用性を持たしたブラケット作りを目指して、すぐるなりにいろいろ考えてみた形状に少し加工をし直していろいろやってみようと思っております。ということで作業よろしくお願いします。はい、ということでブラケットいい感じで、こんな感じにもうサビサビになってきてしまっているんですが、これがですね、こうやって見てもらうとかなり車体側からはみ出しているのが分かると思います。ということで取り付け位置をこんな感じで、オーニング自体がサイドバーの下側に来るようになってるんですが、サイドバーをボディ側に引っ込めて、このサイドバーの上端面の面ぐらいまでオーニングを上に上げられるような取り付け位置にすることで、できるだけボディ側にサイドオーニングを近づけられるように加工してみたいなと思います。まずはオーニングの取り外しからいきたいと思います。はい、ということで今取り外してみたんですが、まあ、だいぶ錆びてるな。今取り付け穴がここに2つあるんですよね。この取り付け穴を上にずらします。横側のこのボルトも今ねちょっと長めのものが入ってるんで、短めのものに変えてギリギリ上まで持っていくことで、上端周辺に、までオーニングを上げて、下のこの干渉する部分をカットしてギリギリに車体側に追い込めるんじゃねえかなと。これ以外のね形状でもこういうのがいいよ、ああいうのがいいよって言ってくださる修造さんもいたんですが、こうやって作っていただいたこの商品をどこまで有効活用できるかっていうのを試してみようと思ってやっておりますので、そのあたりはご了承くださいと。はい、なんでとりあえず穴開け加工をして切ってみるしかないなということでやってみようと思います。はい、ということでもうね、見てもらって分かる通りマジックで適当マーキングね。これね、この位置ね、上に穴をずらして2箇所穴開けられる製品になれば両方使えるんじゃないかなということで、買ったミニマンリッキー穴開けをしていこうというふうに思います。はい、ということでこれボール板がないからね、これで一生懸命開けていく。で、一応ね切削オイルもあるんで、使いつつ少しずつ穴を広げていく、その早送りを皆様お楽しみください。はい、次ね、調子に乗ってデカめのやつ、これ見てて鉄削る場合はこの大きさの、まあいいや、アドバイスお願いします。なんか青い塗料がついてるってことは万力側削ったの俺今、まあいいや。はい、ということでこんな感じで穴が開きましたと。2箇所ね高さを変えて取り付けができるようになりましたと。ルーフバーの下に入れたい時は下の穴と、ルーフバーと高さを面にしたい場合は上の穴みたいな、あと逆に逆さにつけてルーフバーの上に取り付けられても面白いかなとは思ってるんですけども、そのあたりはちょっと相談してね、いろいろできるようにしてみたいというふうに思ってるんですけども、とりあえず今回は DH7 エブリンのイノーのルーフキャリアにつけるためにこんな感じで位置を開けてみました。あとは下いらない部分が出てきたんで、今回はこれでカットしちゃいます。ここの三角形の部分もそこの目面に合わせて削って、どこまで車体側に追い込めるかっていうのをちょっと今回試してみようと思います。ほんで、お次はグラインダーの登場。皆さん、スグルは特殊な訓練を受けております。こういった回転物を使う時とかね、火花が出る時は必ず保護メガネや防護具を使って作業してください。ということでこんな感じで余分な部分をカットしてみましたと。本当はね、多分製品になる時はこのままピッと一本でいくと思うんですけど、一旦この形で作りましょう。はい、ということでここのグリップの部分も邪魔になりそうだったんで、ちょっと一旦外してみました。で、これさっきこことねここ切って穴開けたやつなんですけど、うん、これだったらギリまで追い込める。最下面がここになるんで、ここね、あ、いけるじゃん、うん、ということで、まあ一番ネックになってたのはこのグリップの部分だったりもするんですけど、ぶっちゃけこのグリップ取るだけで寄せられたんじゃねえか説を今ちょっと考えてたんですけど、金だとやっぱ寄せきれないんで、これがね元の製品なんですけど、穴を開けて下の面をカットすれば車体側に寄せられるような形、サイドバーの上端に合わせるか、サイドバーの下にオーニングを持ってくるかができるようなものにすればいいんじゃねえかというような、一応結論に至りましたと。それに合わせてね、この裏側の曲がり防止みたいなものに関してもそのカットするラインぐらいまでに収めてもらって、つくめてもらえればいい感じなんじゃないかなと。はい、ということでもう片方も加工してみます。今回は横着してこういう感じですね。2つを合わせて穴を決め、2
大体の位置付けをして、はい、もうこれでこのままいっちゃいましょう。はい、ということである程度できました。で、今度はね、これを仮で取り付けて、どれだけボディ側にオーニングを寄せることができるか、ちょっとやってみようと思います。はい、ということでこんな感じでね、ブラケットがついたんですが、その分バーを向こうにずらすことができるんで、次はこのバーをずらしていこうと思います。こんな感じでついたんですが、こっからモコッと出ているボディの部分の枠の中に収まんじゃねえかと。ということで一旦これでサイドオーニングを仮付けしてみようと思います。高さに関してはスグルが思った通り、ちょうどオーニングのキャリアバーの上端ぴったりぐらいの高さに来てますと。上から見た感じはこんな感じ。もう少しね、ここの厚みとかが薄くできればもう少し車体側に寄せることもできるんですけど、取り付け強度的な問題もあるんで、そこら辺はちょっと相談して形を決めていきつつ、このサビを落としてね、シャシブラックででも塗装して、黒ワックス号に対しての取り付けは一旦これでやらせてもらおうと思います。はい、ということでこんな感じで磨いていこうと思います。はい、ということでこんな感じで全体が落ちました。あと細かいところはね、ワイヤーブラシでもう一度落としてあげて塗装してってあげようと思います。はい、ということで一通り全部ね落ちましたと。あと塗装なんですけど、実はですね、スグルは未だかつて密着輪というものを使ったことがないので、密着輪を使って塗装をしてみたいなというふうに思っておりますということなんで、これからねホームセンター行っていろいろ買い出しをしてこようと思います。はい、ということで外が暗くなってるの分かります？ご飯食べて帰ってきたら暗くなってました。ということで買ってきました。密着輪がなかったんで、サビ止めプライマーとシャシブラック、ストックのシャシブラックもあったんで、なんかどっちか良さげな方を塗っていこうかなと。いずれにせよこれさっき切削油塗ったりもしたんで、パーツクリーナーでしっかりと脱脂をしてあげて塗っていこうと思います。サビ落としで磨いたらなんか表面みたいになっちゃって、こう逆に塗装乗っからねんじゃねえかみたいな。このままクリア塗装でもそれはそれで無骨な感じができるかもしれないんですが、今回真っ黒に塗っちゃいますね。はい、ということで脱脂ができたんで、あとはプライマーとシャシブラックの順でどんどん塗っていっちゃおうと思います。ということでこんな感じでね、吊り下げて塗っていくっていう感じでございます。サビ止めプライマーから塗っていちゃうと思います。これで一旦一度塗り目終了と。そして気の短いスグルがやる行動をこれから見せてくださいね。こうやって別の穴ね、かけ直すことで塗りムラをなくすと。はい、ということでこんな感じでプライマー塗り終了。乾いてみて雰囲気見てもう一回塗るか塗らないかって感じかな。そんな感じでとりあえずしばらく放置。はい、ということでもう一回錆びてほしくない思いがね、もう一度塗りをしておこうという気持ちになって、もう一回ねプライマー塗っていっちゃいます。で、また乾くまで待つ。はい、ということで真っ黒になっちゃったんですが、ここね、今回ツラで合わせるってことでゴムのキャップつけらんないんですよ。シャシブラをねシュシュッと拭いて中側錆びないように、錆塗装じゃないですけどスプレー拭いちゃおうと思います。すぐ真っ黒になる。ということでちょっと黒くなったの分かりますかね、これ皆さんね、はい、なんか余計なとこまでなんか拭いちゃってる気がするけど、まあいいや。ということで片側もよいしょ。
こんな感じで、よかったです。とりあえず黒く塗ってみました、うん、これねテレッツォのバーだと内側まで皮膚が入ってたんですよね、うん、でイノーのやつは外側だけで中はねメッキとかは防サビとかはしてあると思うんですけどむき出し状態になっていましたと、うん、でねクリッパーの方はこれずっとつけてたんで見てみたらやっぱり内側ちょっとサビが出てました、うん、キャップを外すと、うん、なんでまあ、はい、防サビ塗装しといた方がいいでしょっていうことでちょっと今塗ってみましたと。でついでなんでね反対側もねシュシュッと拭いてねキャップをしとこうかなというふうに思います。はい、ということで2日目昨日ね、ここでねライブをやらせていただいて、で、そのライブ中に撮影のことを完全に忘れてしれっと塗ってしまいました。てか、これ普通に作業してるけど、はい、これ撮影しなきゃいけないんじゃなかったっけ。ですよね。こんな感じでもうすでに塗っちゃってんだけどさ、今はい、ということでこんな感じで大体塗れましたまだね、これ一度塗り状態でちょっと垂れてたりなんかして、あの適当に夜シャ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 っとコロナが入った状態で塗ったのがよくわかると思うんですけどもう一度塗りして車両がスタンバっておりますので車両の方につけていっちゃう動画でとりあえず撮影していこうかなというふうに思います。はい、こちら前回も出てきましたがこれでねちょっとねチートをしようと思います。はい、ということでまだ生乾きなんですが、生乾きっておかしいな、まあいいや、つけちゃいました。今日このままねちょっと出かける用事がありますのでつけちゃおうと思います。はい、こんな感じで取り付けましたということで、はい、取り付け強度完璧で、展開をしてみると、こんだけ広けりゃいいっすよね。足もね、ここにペグ打てるようなところがあるんで、ペグ打ってもらってもいいし、ここでもいいしね、ロープをどこかにそのまま固定しちゃってもいいし、網持ってって石を入れてゴロッと束ねてペグ内代わりにしちゃってもいいし、あのランタンのフックを、ランタンフックいいっすね。はい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 、とかもできるようなこんな感じでございます。で今回のメインだった取り付けブラケット、こんな感じで取り付けができましたと。まあこれはねあくまで試作品なんで、またこれをベースにいろんな方の考えをいただいた上でもう一度作ってもらうっていう形になると思います。上から撮った感じはこんな感じですね。完璧な取り付け強度でございますよ。取り付け位置も一番車両の出っ張ってるところから、まあまあほぼほぼ車幅ギリギリぐらいまで収まってるんで、このブラケット形状ではこれが限界かなという感じでございます。はい、ということで撤収の映像もちょっと撮ってみようかなと思います。という感じで収まりました。これね、前の動画でもお話ししたと思うんですけど、段ボールの箱に入っていて中国から搬送されてきたっていうことで、搬送中の歪みだと思うんですよね。これ試作品というかサンプル品なんで、これでしょうがないかなっていう感じですね。前側は問題ないです。ということで、こういったところの品質管理も含めてですね、今トーマスさんが全力でやっていただいている状況なので、皆様しばしお待ちください。スグルはね、このブラケットの部分ですね、ここに関してもう少し ATV 群馬の根岸社長と詰めさせていただきたいというふうに思っております。はい、ということで佐藤さんにお手伝いいただいてですね、ブラケット試作品をさらに加工して、もう少し車両側に取り付けるためのいろいろ試行錯誤っていうのをね、なんとか動画にすることができましたという感じでございます。佐藤さん、あと何日かまだ滞在していただけるんで、今度ねレンタカーになるクロワークス号0号機の仮装のお手伝いもしていただき、本当にすいません、ありがとうございます。とんでもないです、お願いしますで、細かいところの爪とか変更点があったりとか、何か動きがあった時は必ず動画にして皆さんに告知して、どういう風になってたかっていうところが追ってもらえるような動画作りしていこうと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで今回はサイドオーニング試作品のブラケットをさらに加工して取り付けてみたみたいな動画を撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram、クロワークスのブログもチェックぜひともお願いいたします。はい、ということではい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、ということで、はい、ということで、はい、ということで切れました。暑かった。